どうも、今日はね、泣きわふわりをしていきたいと思います。ということでね、今回はね、今回もね、前回ね、アサシン、うん、ログレスのね、アサシンガチャを2万個、魔晶石使って引いてみたっていう動画撮ったんですけれども、今回はね、選抜ガチャをね、な、1万個ぐらいかな。うん、2000個ぐらいかもしれないけど、まあだいたい 5000個ぐらいガチャ引く動画を撮りたいと思います。ということで、なぜこんなに引けるかと言いますと、今回、はい、この画面の通りね、えっと、このガチャシミュレーターというね、こういうガチャがあって、モンストとかもあって、これで回すって押すだけでね、回すって押すだけ一気に10連ね、あのー、引かされるんですよ。これで今、回した回数10連で、 使った魔晶石50個という感じになってね、えっと、排出の確率とかもあ,あって、で、さらに実際のガチャ行くとどのぐらいの確率で出るのかっていうね、シミュレーションできるんでね。はい、今回これでね、何千個ぐらいかね、引いていきたいと思います。で、狙いはね、まあ、あの、派遣派遣っていうのかわかんないけど、派遣と、 えっと、あのー、アサシンとかの、冷凍冷凍と派遣狙いで、えー、今回狙っていきたいと思います。選抜ガチャなんでね、まあ、強いやつをやっぱ出しとかないとね。ルークーはい、200、もうね、魔晶石200個使ったということで。はい、素晴らしい排出率。排出率じゃない、素晴らしいガチャですね、これは。 えっと、これも、もう、あのー、冷凍とか、レ、レアモン出たら多分ね、黄色い印で、あの、出るんでね、はい、どんどん引いていきたいと思います。はい。もうちょいでね、もう、あと100連、100連、約100連ぐらいになったんですけれどもね。えー、大体、あ、また、派遣アレキサンダー出ましたね。こいつめっちゃ出ますね。 意外と出づらいっていうのはありますね。冷凍よりは派遣の方が確率的には高いって感じはしてますが、これもね、多分普通のログレスと一緒のね、あの、排出確率にしてると思うのでね、まあ大体は役に立つかと思うんですが、まあ、あ、流券だった。 あんま、なんか出るイメージはないですね。魔剣とかはめっちゃ出ますね。はい。という感じでもうあと50連ぐらいなんですけれども、残りね、えー、10連となりました。残り10連で出るか。はい。冷凍出てほしいですね。はい。出ませんでした。ということでね、えー、っと、 はい。今回、えー、究極が80%の確率で、英雄が9%、伝説が10%という感じでね、まあ、まだいたいこんな確率で出るよ、みたいな感じなんですけれども、うんと、派遣トレートはね、うんなんだろう、5本、5本から10本ぐらいですから、ね、ね、出たのは。あんま出るイメージはなかったんですけれども、今回は終わりにしたいと思います。 今後見ててくれてありがとうございます、えー、こちらからね、えー、チャンネル登録してもらえると本当に嬉しいのでお願いします。えー、まあ、一人一人のね、チャンネル登録がとてもね、嬉しいんですよ。登録者が1000人、1万人、10万人って行くごとにね、まあ、マスクなどを取っていきたいと思うので、ね、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いします。どう